皆さんこんにちは、徳島ヴォルティスの福岡翔太です。まず僕の自己紹介をしたいと思います。僕は幼稚園の年中から、中学3年生まで、ジャクパの方でプレーをしてました。幼稚園は、緑川家保谷幼稚園出身で、そこのジャクパのスクールに入って、小学生になって、3年生になって育成コースに入り、4年生で、ジャクパ東京 FC の方に入ってプレーしてました。で、高校は実践学園高等学校に入って、卒業後に湘南ベルマーレに入団して、今に至ります。ジャクパに入って良かったことは、サッカーに対して、すごく楽しい気持ちを持てたり、サッカーだけじゃなくても、全力でいろんなことに全力でできるところは、ジャクパで教わったことかなと思います。皆さんも、ジャクパにいればこう楽しい気持ちだったり、もちろん、たくさん練習してプロになってもらうのが僕にとってはすごく嬉しいですけど、人としても成長できる、クラブだとは思うので、ジャクパにいることを、幸せに思って日々過ごしてほしいです。はい、まず一つ目、右足を90度、足首も90度、そして自分は木の棒になったようにまっすぐ意識します。そしてこの時に前になったりこうなったりしないように、まずは胸を張って、そしてまっすぐ見て、これを30秒で、30秒終わったら次はこっち、これレベル1。はい、レベル2いきます。上げて横戻す、横戻す、横戻す、これを、右足10回、そして左足も10回で、この時に開いた時にこういう風にならない、必ずこのまま維持してまっすぐまっすぐ、はい、レベル3です。次ちょっと難しくなります。はい、上げて、手は、どこでもいいんですけど、その後目をつぶります。目をつぶってしっかりバランスを取ります。これは足の裏の感覚を養うというか、あとバランス力だね。ここもちょっと難しいんですけど、はい、これも30秒、でも最初は20秒10秒とかで大丈夫です。それ終わったら左足も一緒です。 OK、 これがまず一つ目のトレーニングです。